時刻は6時56分です。 さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量制作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。え、今、うまい棒の話をしましたけれども、え、控室で高橋さんも。食べましたよ。なんか知らなかったけど、レギュラーがあってね。いや、僕もそうってすね。やっぱり入れ替え戦もあるんですね。ね、本当一部二部みたいなね。そうですよね。今回、チキンカレー味が落ちて、新たにのり塩。 が入ったとどっちも美味しいけどねねねどねっちも食べましたねどっちも食べただけじゃなくて、打ち合わせに行ったら、あのおせんべいも食べてました、ね。いや、だって、あの、置いてあったから、それで、2本置い,て <laughs> 2> 置いてあってから、2本は食べなかった。1本ずつ。ああ、なるほど。1本ずつって。 とりあえず味見を。うん、そうですね。はい、<laughs> いやいやいや、お腹いっぱいになったところで今日も一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの、高橋さんね、えー、このラジオ以外にも、はいろいろレギュラーお持ちですけれども、どうなんですか大阪の放送局とかっていうのは、うんあの いきますね。一時期ね、リモートでっていうことがありましたけど。新幹線はでもあれですね、なんか年中乗ってるけれど、あんまり乗ってませんね。あ、まだお客さんの数はいそんなに多くないですね。で、一時はひどかったですね。一両に私一人って時ありましたけどね。おおやっぱその、そこから比べると少しは戻ってきたけど。少しは戻ってきたけど、前みたいではないなと。ああ。まあ、あれですよね、ちょっとなんかあの、一列開けてとか。そうね。 えー、そういう座り方になんかなってますよね。なってんでしょ、ね、あの、だから映画館行ってもね、はい、あの、全部いいい一席ずつ開けて、という感じで。だから半分しか入んないですよね。一万杯に入ってもね。まあまあまあ。あのー、ね、そんな中で GoTo トラベルキャンペーンが今日は結構ね、一面と、

7月22日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップあなたと一緒にニュースを考えます 絵師時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター数量制作学者高橋洋一さんです,お,すおはようございますおはようございます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです <noise> 財務省が来年度における予算をはじめとする対応については 概算要求の段階で予算額という数字を決めることはせずその仕組みや手続きをできる限り簡素なものにすることといたしております昨日の閣議後の麻生財務大臣の会見の模様を聞きいただきました財務省は昨日来年度の予算案の編成に向けた概算要求の方針を公表しましたそれぞれの省庁が要求する額は基本的に今年度予算と同額とした上で 新型コロナに対応する予算は上限を設けず、別枠の扱いにするとしております。えー、今年もまた100兆円を超える、みたいなところがまたね、えー、見出しになってたりなんかしますよ。<laughs> そう、書きたいんですよマスコミが。そう、書きたいんですよ、うんうん。だいだい毎年増えていくんですけどね。<laughs> ああ、まあ、物価も上昇してることを考えれば。なう、だから別に、大した話じゃないんだけど、うん、まあ、うん。 でも書きたいんでしょうね。うん。でも、まあ、概算要求ってのは一つのね、節目みたいになって、でも、今度、いつもは、あの、8月末までが締め切りなんですけど、今年は9月なんでしょうん、そうみたいですね。やっぱりそれだ、普通ちょっとね。まあ、でもね、はっきり言うとね、これ、概算要求ってやると、なんか、要求省庁と、これ、財務省のバトルみたいな思うかもしれないけど、実はね、それぞれ、要求省庁のほとんどの、会計課ってところが要求するんだけど、そこには財務省の人出向してるんだけどね。あ、そうなんですか。 だから、これは、はっきりと外算要求やってて、その時の省庁の中で、もう、あの、会計課と要求課がね、まあ、あの話するんだけど、その時にかなりできるわけね、もうね。なるほど。すでにそこで大体の接触がすんじゃん。あの、大体は、95%ぐらいでこれでおしまい。あ、そうなんすか自分とこの省庁の中でも。うん。自分との省庁の中でやってて、そこの財務省の人と会計課の人と話してね、これで大体決まるってパターンです。あ、大体予算ってね、ほとんどが、9割方はね、毎年 と一緒なんでですよ<ー>だからその意味では別にたまーにだから、やめちゃうってなるんだけど、はいえー、でも大体は無駄でも無駄っていうかね、毎年続くんですよ。えーうん、予算のやり方ってそうなんでね、えー、そう、だからこれでなんか百兆の工房とか言うんだけど、ほとんどそうじゃなくて、ほんの、はい、の上積みのところのちょっとの話。それで、大体概算要求っていうのは4、5%、あの、最終決着で4、5%上でね、大体んから 5%, 5ぐらい減る。 あの、予算接種で減らすって大体決まってるんです。ああ、じゃあそれを見越して要求するときも5%ぐらいプラスオンで出してくる、うんうん、そうじゃないとほら、切ったときに仕事をしてる感じにならないじゃない仕事してる感じにならない。<laughs> そ,うそうそうそう。なるほど結構ね、あの、まあ、なんかつまんないと言えばつまんないんですよ。うーん じゃあ、まあ、100兆あって、まあ5、5%だから5兆円分ぐらい削り込むっていう。そんなレベルな、ね、うん。うん話だ、ね、で他のところは根っこまでどうのこうのっていう人いるんだけど、はい、大体はまあ、継続するんです。はあで、じゃあ、なんか、予算編成のたびにね、こう、目玉がこれだみたいなことが出てくるじゃないですか。うんうん、そういうのも、まあ、あの、もうすでに決まってるって感じですかすでには、うん、大体は決まってますかね。えー、あの、要するに最後の、えっ、ー、と、年末までの政治接種ってあるでしょはい。そういう溜まってんのはほとんど もう段階で大体は決まってますね、これ、大臣マターにしようとかね。なるほど、そのまあ、この予算の概算要求からの予算編成の流れと、その前段に骨太の方針っていうのあれの関係性ってどうなってくるんで本当はね、リンクしなきゃいけないんだけど、でも、もともと財務省の予算編成っていうのは、マクド経済あんまり意識してないから、あんまりリンクしてないんです、はっきり言うと。本当はだから、マクド経済をもうちょっと意識して、予算編成した方うがいいんですけどね。財務省 やっぱりあんまりマクロ経済の話はあんまりわかんないし、で、マクロ経済の話になると、すごく税収とかそういうに読まれるでしょ、はい、読まれちゃうと、実は予算編成時やりにくいから、はい、マクロの話は結構隠してやるんですよね。あ、そうなんですか、うん、<ー>ちょっと変、変築りなっではっきり言えば。<ー>うん、マクロに効く税制って言うと消費税とかそういうのがう。あんまりやらないですよ。なるほど。<laughs> うん、そういうのからあの、マクロ経済の話すると、はい、あの、ね、減税しろって話なんかすぐなっちゃうじゃないですか。今のこの状況ではね。うん だから、なるべくマクロ経済でリンクさせないっていうのは今までのやり方なんですけどね。うん,うん。だからそこが変なんです、さ<う>っき言えば。ああ。あのー、骨太の方針とは経済財政諮問会議が力を持ってた時っていうのは、それを変えようとしてたてそう、変えようとしてるんですけど、なかなか変えられなかった。力を持ってる時ですら変えよう、変えにくかったですよ。だから、せいぜいやらせたのが、内閣の資産みたいなのを、ちょっと前に、この要求の前に出すとかね、はい、そのレベルしかできないって。 ああ、うん、あの経済政策基本方針の年オン資産というのがありますよね。あれ、そうそうあれはちょっと前にしたって、て前に倒したっていうのが、あの諮問会議が最最強の時にできたことで<ー>のですよ。なるほどね。<laughs> そのぐらい岩盤は分厚いこところ <laughs> 強いですね。うん、えー、まずは概算要求についてお話しいただきました。続いて、七時の日本放送ニュースです。<music> おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです GoTo ト,トラベル今日からスタート 政府の観光支援事業 GoTo トラベルが今日22日からスタートします政府は昨日対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を保証することも発表しておりますまああのやるやらないみたいなところで揉めた ねえ、なんですか経済対策としてて、まあ、やなななきゃいなないっうね。あの、もともと一時補正の時に、あま,はい、まああの V 字回復する時にやるっていう話になってたはずなんですよね。で、ももともと V 字回復じゃないんですけどね。はい、ですから、それは、あの、もうちょっと前提が変わっちゃったから、本当と言うと、年度内に予算ってのは執行すればいいんで、えー、普通はあれですよね。年度内にどっかタイミング見てやるって考えるだけですよね。でもまあ、これ、あの、ほらね、あの、まあ、 えっと、観光のドンである、まあ、二階さんが、まあ、はい、日本観光業国会の会長でもあるんですけどね、えーまあ。その肝入りっていうことなんで、国交省なんかはもう、走っちゃってるんでしょうね。うもう、ね、でも、せ、そのね、せっかくもらったんだなと言ってね、はい、予算消化をつってね、それで、もう先にスケジュールだ立って、夏の4連休とかね、<laughs> 夏って、確かに夏っていうのは、他の月よりかは、旅行の、まあ、売り上げっていうのが5割アップなんですよね。<ー>だ。から、うん,う,ね、うん、ここは外したら大変だとか言って、もう 外したら大変だ、大変だっていうんで、このまま行くと、本当にもう、5月なんかですとね、売り上げなんか9割減とか、そんなのもうたくさんあるんでね、うん、このままに1、2ヶ月したらもう潰れちゃうって、そういうレベルなんで、うん、だからもう走っちゃう、走、走らなきゃいけないと思い込んだ、ちゃったんじゃないですか。それで、それにこのコロナの話が、今第2波も来ちゃってますけどね、うん、まあぶつかっちゃったっていうことなんで、うん なんか、あの、まあ、確かに観光業って、その2月ぐらいからこうね、ねえー、外国人が来なくなっても、打撃を受けてるとか、うん、っていうのがあって、ね、まあ、イメージとしては、これ、あの、経済対策で支えなきゃって僕も思ってたんですけど、ね、実際これどうなんですか,もあ,のかあのいうこんなあの、なんか東京抜かしたりね、はい、やって、一方では、その4日間の不要不急、不要不急の外出なんとかとか言ってっから、うん、実は効果ないですよ。<ー>で、あのね、一般的にもね、はい、実はね、経済活動をすごく再開して、うん 経済を支えようって気持ちはわかるんだけど、結果はほとんどうまくいかないです。あ、そう一番いい例っていうのは多分スウェーデンなんでしょうけどね。スウェーデンはね、あの、要するに、なんて言うかな、あの、もうこんな感染症対策しないで経済優先ってやっててましたよね。そうですね。やってても全然経済良くならなくて、結果的には今年の GDP で多分マイナス45%っていうものすごい起こってます。ああ、一生懸命経済回したんだけど、そうで。で、結果的には、あの、隣近の、あの、ノウエイなんかと比べて、死者率なんかは2桁ぐらい違うとかね。 うもうと、悲惨な状態です。だからこれね、経済をね、回そうと思うっていうのは、ほとんど無理なんですよ、こんな時。<ー>だってみんなも一、 気持ちも萎縮しちゃってるから、なかなか経済立ち直らない。だから、それだったらもう死者だけを増やさないように、いろんな感染症の防止をするっていうのが普通です。ああなるほど。もうこれ無理やり回そうとしても。無理です。だって大きなみが来てるから、ほとんど焼け死に水って形になっちゃうんです。うん。それだったら、この時に休業保障して、あげるのが、それでしのぐ方が、まあ、まだいいってレベルですよ。なるほど。これ、その休業保障で、やると、なんか結構予算がかかっちゃうみたいなこと そんなことないと思うな、あの、要するに観光業なんてせいぜい20兆円産業ですからね。1>, 1、2ヶ月休んだって2兆円とか3兆円レベルでしょ<ー>それだったら予備費で今10兆円あって5兆円余ってるんだから、それちょっと使えばいいじゃないですかって言うんで、私なんかすぐするとおしまいですよ。なるほど。はい、年間でも20兆円産業そうそうそう。だからそのレベルだから、あの、だからまあ、あの、多分1、2ヶ月で話したらね、2>, はい、2兆円とか4兆円ぐらいの予算をつけてあげれば、まあ十分じゃないですか。 だからそれを予備費から使ってあげるのが一番簡単なやり方です。なるほど。GoTo で、まあ、これ旅行関係は1兆7千0 0円ですよね。全体で1兆7千円と。まあ、旅行で1兆3千円とかも言われてますけども、じゃあそれにさらに積みます形で。そうね。ゴー GoTo はだから年度内に執行すればいいから、あの、別に7月からやるっていうのは国交省を決めただけなんでね。これはだから年度内にどっかって言えばいいだけなんですよ。別にそれはどっかで使えばいいだから、いいだけなんで。ままだ取っときゃいいと。そう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 。まあ、執行しなければいいってだけなんですよ。 でそれで他の予備費でね、休業保障を国がやってやると、地方自治体だと東京営業ができないんでね、それで国の方で、あの、ま、休業保障してあげればいいんじゃないですか。休業保障しないと、どうせ後で、あの、1、2か月したら倒産するから、倒産した時を考えたら、今休業保障して、倒産の数をちょっと少なくした方が、より無難だっていうだけぐらいですよ、うん。はいあはい、その休業保障でいうと、まあ、あの、旅行業界じゃなくて、 これ飲食業の方だもちろんそうあすが、特措法を改正して、そこにもちゃんと予算がつけられるようにするみたいな話を特措法じゃなくても、給料保障だけだったら、多分できると思うんですけどね、一番簡単なのは、交付税を特別交付税で増やして、あとで地方で使っちゃえっていうのが一番簡単ですよねそれは用途は指定せず、私もちろん構いません、交付税だから、要するに用途してはないくて、地方の実情に合わせてやっていくというのが一番簡単ですね。 もちろん、休業保障どうぞっていう、言わなきゃいいだけなんですよ、これは何に使えと、うん。それが一番簡単なやり方でね、それで当面しのいでって、はい、どうせ経済悪くなってんだから、ね、要するに次の倒産が出てきて、企業、なんて、企業っていうのは社会的な、社会の基本要素みたいになってるんでね、そこを潰すと、後が大変になるから、そこをなるべく、あの、なんか、なんか、セーフティーガードで守ってあげる、あとまあ雇用もね、うんそういうふうな政策に転じるしかないと思いますよ、うんこれ、国交省が前倒ししたのは、やっぱり、 冬になるとまた流行るかもっていうのがあるからなんですかね。それ以下は多分もう夏に、ええ、急いだってだけじゃない。いそればっかり目指してやったというかね。うん、いや、役人って結構そういうところあって、うん、他のとこ目も食えないでやってたと。ええ ことじゃないですかね。別にその、なんか官邸の関与がうんぬんとか。こんなの執行だから、国交省の役人ですよ。こんな官邸の中ではんな細かく分かるわけないから。まあ、いちいちその、あ、と、あ橋の上げ下げまで。って予算の執行なんて全然もうね、官邸にいたらもうね、もう全然何やってか分かんないから、そんなの指示もしないしませんよ。そんなもんです、これは。でも、一丁何千もらっちゃってね、どっかで使わなきゃ、夏。 もうそこが売上大変でってそんな思っちゃったんじゃないですか。うん,うん。えー、そしてまあコロナに関してで、えー、EU の動き続いてこちらです。はいうん、EU が新型コロナ復興基金の設立で合意。 EU ・ヨーロッパ連合は21日、新型コロナの流行で大きな打撃を受けた経済の立て直しに向け、日本円でおよそ92兆円規模の復興基金を設立することで合意しました。だいぶ紛糾していて、これ、ね。あの、ね、濃淡があるからですよね。はい、すごく影響を受けてる国と受けてない国があって。でもまあ、まあ、 でも一応できましたよね。92兆円って。私昔100兆円基金って日本で言ってたんだけど。そうでしたね。そんなもんでしょと。で、これは他に各国それぞれまた財政出動してるんですけどね。それに他ですからね。それとプラスしてうん。でもその、その回なんですよ、はっきりと。今のコロナの影響って。だからものすごく大きな経済ショックがあるんで、はい。そこをね、経済活動をちょこっとしたところで、大きな波はなかなかね、逃えられないってことなんですよ。うん。まあ今回これ EU 債みたいなものを、いわゆる共同債を 出す,出すんですよ。うん <laughs> やっぱりね、こういう時に、中央銀行が、と政府の関係ってのはすごく出ちゃうんですよね。<ー>日本ですとね、日銀があって、国債出すと日銀買っちゃって、ほとんど財政負担なくなるんですけどね。はい、財政負担、これ、なかなか、いい、いい、あの、えっ、ー、と、ECB ってなってね。えー、えー<ロ>えー、ヨーロッパヨーロッ中央銀行ってあって、そこが誰が監督してるかとか、それの納付金は誰がもらうかって結構難しいから、はい、こういう時に、あの、中央銀行との合わせ技がちょっと使いにくいんです、EU は。うんだからこういうふうに揉めちゃうんですよ。 そうすると最後、これ、あの、基金は、あとの、ユーロ出すとね、はい、その負担はだ誰か行くのかとかね、話になっちゃうから、ーーなんか,かやりにくいの。ねこれ 各加盟国でそ<う>、えー、均等に負担するんだというような。まあね、ね均等に負担するんだけど、それがいいかどうかとかね。はいろんなと、やっぱり利害が出ちゃうじゃない。だから、こういう時に、あの、一つの国の方が、実は、いや、簡単なんですよ。だから、アメリカとか日本って一つの国でしょ大きな経済主体でしょ、はい、それで中央銀行を使って買えるから、実はアメリカと日本の財政質は今まで、あの、他の国、ヨーロッパに比べて高いんですよ。このコーナーの話で言うと。う GDP の10%ぐらい出してるんだけど、はい、他のヨーロッパの国はやっぱりすぐに5% いしか出せないんですよねやっぱりこれは中央銀行うまく使えない、それでヨーロッパの方はちょっと財政質低いから、今回、このコロナ復興基金で、大きな,そんな感じだと思いままあこれ、92兆円規模ですけれども、およそ半3分の2が返済義務のない補助金になると。 でしょうね。おそらくね。あ、当初なんだと三分の二ですけど、これほぼ半々になったと。そうですね。あの、やっぱりこれは真水というレベルなんだけど、真水が大きくなると、あの、中央銀行使えたらね、真水の話意識しなくていいんですけど、ECB の場合はうまく使えるかわかんないでしょだからそうすると最後真水出したときに、それぞれの国が税金負担って形になるかもしれないっていうんで、ちょっと慎重なんですよね。だから日本とかアメリカなんかはそんなの全然禁止することないから、中央銀行買ってお札すってやっちゃうから、後で税金負担がないから、結構気楽に 財政支出ができてるんですよ。まあでねその唯一のリスクとしてはインフレになるってところインフレ目標はあるからそれで十分なの。インフレ目標まで行ったらやめれば。そうそうそう。インフレ目標の2%っていうのは当分達成しないから、あの量もそうですしね。あの需要がねどこんと落っこっちゃってて生活通識も変わるから需要が落っこちる方が大きいんですよ。確かにマネあのサプライもダメになるんだけど、でも需要の方が大きくなる落ちるから結構インフレになりにくいんですよ今。だからこういう時にお金をっちゃえばいいって簡単な やり方ができるんだけどヨーロッパの場合はそこが利害がねはい 一致しなくて結構揉めるっていう話です。私なんかだったらこうそうそういうこういう呼び方するんですけどね。確かに昨日発表された消費者物価指数でもまあほぼ横ばいという。しょうがないし、2パーセントにははるかに上。いよだから大分大丈夫なんですよ。だから私百兆円金で大丈夫だって言ってるんですけどね。要するに超そう簡単にはインフレなんでもこれ話してマスクの値段上がってるって言うんだけどマスクは個別の話で全体じゃないんです。物価じゃなくて価格に過ぎます。はい。高橋さんと。 お送りしました。未放送イーダ工事の OK 工事アップ。教えてニュースキーワード。七時二十七分になるところです。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。<music> 子宮頸がんワクチン。 厚生労働省は昨日子宮頸がんを予防する HPV ワクチンについて9種類の HPV への感染を防ぐ休暇ワクチンを新たに薬事承認しました今後接種費用を公費で賄う定期接種を検討しますが当面は自費での接種となります HPV、ヒトパピローマウイルスというね、ウイルスが関わっていて、で、13、あのー、その危険だとされる方があるそうなんですが、うん、そのうちの9つに対応するワクチンというのは今回認可されたと。もともと2価、うん、と4かという、えー、ワクチンはすでに定期接種化はされております。 これはあれですよね。はい、今、あの、コロナの話で、ワクチンって話と基本的に同じでね。まあ、あの、ワクチンっていうのは、はい、まあ、副反応って言って、まあ、副作用のことですけど、ね、えー、そういうのがあるって、それを強調するか、はい、それによって、 これによって、まあ、ウイルスを、のあれを防止してね、<い>あの、この、怪我にならないか、にするかって、そのメリットね、はい、それの比較だけなんですよね。いつもそういう比較をやるんですけど、私これ思うんです、はい、子宮刑罰の話につくと、はい、この思春期に打つから、はい、それで、この副反応が非常に過度に強調された報道があったと私は思ってるんですよ。それで、過度に強調されて、結果的には、みんな、この刑罰ワクチン打たなくなっちゃったんですよね。はい、まあ、積極的な推奨、 いわゆる干渉というものを中止してますね。そうですね。それで、それがやっぱり報道なんですけどね。えっと、それが大きくてね。ねあの、やっぱり、その、思春期の子ですからね。その、ちょっとでも副反応があるって言うと、そっちに行っちゃうんですよね。大変なことになった。大変な。そう、でも多くは、でもエビデンスがもなくて、はい。ただ、気のせいっと言い過ぎかもしれませんけどね。そういうふうな、あの、まあ、研究も多いんですよね。でも、それでも、私、そういうの昔、確かこの番組で言ったらですね、なんか、文句は随分来るんですよ。 何とんでもないこと言うんだと、うん。<laughs> うん。でもね、思うとね、はいの、今回このね、あの、要するに、宮頸がんワクチンって、やっぱり、やっぱりでしょって、そうでしょって、やっぱり。確かにあるんだけど、1万人もかかって3000人ぐらいなくなっちゃうから、それを助けるかどうかって話なんですよね。うん、その時、副反応の大きさっていうのと、バランスを考えるってことなんですけどね。本当にこんなのが、あの、その副反応がすごく多かったら、こんなワクチンなんかありえないじゃないですか。ま、世界中で打ってない,ていうそう。だから私が見るときに、こういうのを見るときに、世界の状況、はい、そういうのを見てやってね。 うん、高橋は何も知らないで喋ってるって言うんですけど、一応ね、世界の、あの、比較会してますよ。えーえー、いろんな国でやってる状況を見てるんで。えー、日本だけちょっと違ってるから、うん、変に思った,てたで、てふうに言ったんですよね。 WHO も、うん、ま、これに関しては、非常に日本はリスクがあるぞと、ワクチンがあって、しかも、うん、定期接種化してるのになぜ打たないんだっていうのを指摘するような、ね。そうでしょそういう方向の国と比べてた話なんですよ。すうん。だから、それは日本人だけ特別に違うとかね。あれば別ですけどね。うん、はい。でも、そう、ともそうじゃなくないらしくて、副反応の話でも、なんか言ってんだけど、それがほとんど、あの、いろんな研究すると、はい。そうでもないっていうのが出てきてね。うん、科学的には、その、そ 必ずしもね、連環が、りしょうされるわけではないそうそう。というててそうなんですよ。だからそういうのが、出てきた。<laughs> 出てきたんで、そういうのを私見てて、この番組でも確か言って、ものも書いたことあるんですよ。そそちらの方からすんごいこと言われるんですよね。だから、でも、何ですか今回これでね、この気球系がワクチンだって報道なんか全然ないじゃないですか。どうなっちゃったんですかね今日、長官をざーっとこう見たんですけれども、各紙載ってない、昨日の夕刊にも載ってないところ、一体どういうことなのどうなっちゃったこれ、だから前にこれで危ない危ないって言ってた人がたくさんいるんだけど、マスコミにも。どうなっちゃったんですかね があるから報じないのかとかね。ね<え>いや あのやっぱ今、あの朝6時15分ぐらいに、うん、え東京都医師会の、ねうん、え先生のお話を伺うって、はい、今あの、ちょうど医師会の会長の尾崎春夫さんの話を伺って,<ー>を伺って会を出してるんですが、小児科だったりとか、あるいは、ね、産婦人科の先生なんかに行くと、えーえー、もうこの鑑賞を中止してるっていうのは、とても大きなリスクがあるんですよと、でそれを分かってもらいたいっていうのは、本当、いろんなお医者さん、みんな聞いてみんな言いますよ。 まあ自分ななりにね調べて書いただけなんですけどねでも、そうすると、すごく言われちゃって。だから、これね、あの、報道のあり方なんですけどね、はい、科学の話は正直って難しいと思います。要するに、たくさんの論文をサーベイできる能力ないでしょ、マスコミに。その時にい、ある一部の意見だけ取り上げてっていうのはね、はい、あの、バランスを書くんですよ。だから、普通は研究者だと、サーベイ論文読んで、はい、動向を見ながら実はやるんだけど、そういうの読めないでしょ。それで、あと、あの、医師の中にいろんな意見があるのは事実なんで、えー、そうするとね、極端な意見を取り上げて、 上げててねね報道しいいくと、ね、結構危ないんですよ今回のね、うん、あのコロナワクチンでもねこれが効くこれが効くっていう話しあるでしょ、はい、私何をやってもこんなに12年多分何が効くかわからんよとそれでうまくいったらですねこれノーベル賞問だからしものすごい儲かるからみんなすっごいアピールするわけですよか物か論文だと山ほど出てるし山ほど取り下げもあるんだけどこ、はい、んなが何がいいかなんて総文分,分かんないですよだから私この手の話については結構慎重に国際比較とか、はい、そういうところを見ながらまあやってるんですけどねでも今回本当 もうちょっと報道した方がいいですよ、これ。あの、思春期でね、本当、日本のね、こうね、ええ、若い時に受けた方のが、実は、がんになる確率低くなるから。で、先ほどね、1万人がかかり3000人が亡くなるとおっしゃいましたが、残りのじゃ7000人の方々が、もう、例えば子宮を摘出しなきゃならないとかいうことになると、もうお子さんが亡くなっちゃうとかね。うん、はね。そういう,こう人生の選択っていうものにも関わってくる話し。これ特にね、若い時にやった方がいいやつだからね。うーん。うん えー、子宮頸がんワクチン今日のキーワードでした。Okay. 時刻は7時35分です。 えー、メール、ツイッター、様々、あ、いただいております。GoTo キャンペーンについてっていうのは、もう連日たくさんいただくんですが、こちら、ラジオネーム、広重さん。えー、東京都発着の除外など、感染状況によって対策を変えていくのは構わないと思ってます。ただ、状況を見、見極めるのは、えー、大事だと。だったら最初から消費減税を打ち出してらもっと話は早いのにと思います。支援策延期したりしても、文句出なかったように思うんですと。うん。うん、まあ、基金を作ってっていうのは、高橋さんずっとね、おっしゃってることですもんね。まあな、あの、 休業保障って一番簡単なんです、さっき言うと。うんうん。<laughs> さあ、この後は、原道子さん登場、行ってらっしゃい、海がテーマです。Okay. 水アップ7時43分です。お送りしております、OK、c ー l l ア y u p お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、数量制作学者の高橋洋一さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップイギリス政府が香港との犯罪人引き渡し条約を停止。イギリス政府は20日、香港との犯罪人引き渡し条約を即日かつ恒久的に停止する方針を明らかにしました。 中国による香港国家安全維持法の施行を受けたもので、イギリスのラーブ外相は条約の悪用を防ぐ明確な手段がない限りは停止したままにするとしております。 ええー、香港は、まあ、もともとイギリスの植民地であったと。で、法体系が古文老という、ね。そうですね。ね、ええ。なので、古文老諸国とは、ああ、この犯罪に引き渡し条約を結んでおったということですけれども。ええこ。これ、あの、まあ、いろんな解説をするときに、なぜかっていうのを、はい。あの、きちんと説明した方がいいんですけどね。ええ。なんか、あの、えっ、ー、と、そもそも国家安全法っていうの法体系を見ると、はい。まあ、普通は、属地主義 って言ってね。ええ、あの、要するに日本の国内、どっかの主権に及ぶ国内で犯罪を犯した人は全て罰せられると。はい、だから、はっきり言えば香港に行って、うん、外国人でもそこで犯罪を犯したら罰せられるってのは普通なんですよ。ええ、それは主権の及ぶ範囲だから。これどこでもそうです。だから、合にいれば合に従えっていうことの通りですね。ええ、でもね、香港のこの国家安全法って言は実際、生きがい的よってやつでね。はい、日本にいても、実は、うん、 その法律に違反するっていう法体系なんです。えー、で日本にいて、だから私が例えばその香港の法,の法律消しからん、はいで、尖閣は日本のものだと言ったらこれは、 香港国家安全法の分裂罪に多分なるんですよ。うん、国家分裂の罪に,る罪になる。だから、ここで話していることも罪になるただし、まあ、日本と、えっ、ー、と、香港及び日本と中国の間に犯人引き渡し条約はないから、はい、私はだから、ショッピからよくはない。ただし、香港のあの、国家安全法の一回適用をそのまま認めると、はい、実は犯人引き渡し条約結んでると、そういう発言している人を、ショッピ系と、香港政府及び中国が言ってくる可能性があるんですよね。うん,うん。論理的な話として。論理的にはそうです ねで、<れ>行ってきたらこれ受けざるを得ない。うん、自動的にね。だから、うん、要するに、ああいうふうに、行き合い適用は、実はやっちゃいけないっていうかね、こんなのないですよ。はい、普通の国では。そでそれでも、あの、行き合い適用すると何に弊害が出てくるかっていう、こういうふうに、犯人行き渡し協定を結んでる国に全部影響が出るんですよ。うん。だからこれを停止しないと。だ、うん、って自国民が危なくなるって例があります。えー、えー。だから、行き合い適用っていうのはもう、とんでもない話でね。はい。要するに、全部が中国のもの、香港のものと。 いうことなんで、主権を全部無視するっていうレベルなんですよ。だからあれとんでもない法律なんで、その時にこういうふうな引き渡し協定があるとね、もう主権が侵されるんですよ。はい。あの、あなたの国にやってる人は中、中国なんとか香港で批判しましたね。だからこれは香港国家安全法違反ですね。うん逮捕してくださいって言われた時に困るんですよ。うんだからこれね、あの、香港と中国と引き渡し条約結んでる国は、はい、もうみんな停止しないと危ないんです。うーん。これ、まあ、ね、そんな無茶苦茶 したの法律よく通したなというところなんですが難しくないかなってレベル。だってあのそれでこの中国に対して内,内政干渉するなって言うでしょ。はい、勢い的よなんかもう猛烈な内政干渉です。だからもうう、ね、本当にすんごい二枚舌も鼻悲しくて普通はこれは運用としてそういう考えを持ってるっていうのは私も知ってましたけどね。明文の規定があるとは正直って思わなかったです。まあそもそもね明文規定も何もこの草案というものが一切出てこずに。出てない。うん、はい。で七月一日にねあの中国 のやつが出て、はい、でちょ私、情報そんなに詳しくないんだけど、まあ、有志の人がいて、訳してるのを見たら、あと、英語なんか見ては、はい、やっぱりそうや生きがい適用なんで、正直言って驚きました。その、香港の法律の内容、うんぬんいうよりか、生きがい適用すること自体が驚いた。 ねえ、あのー、いろんな国の法律ありますけれども、こういう、提供ってほとんどない,ない、ね。ない、ありえない。ないだってそれは、あの、宇宙人も従わなきゃいけないってレベルになっちゃいますから。ああ<ー>、<laughs> まあそうですよね。そこに地理的な限界がないわけですもんね。うん、あの、法律ではね、あの、要するに香港の、あの、んていうかな、あの、 え住んでない人が香港の外で罪を犯しても、その法律に規定にできるようになるって、そういうような内容があったんで、それは驚きますよ。だから、そういう国とはね、あの、いろんな、あの。 話がしにくくなると思いますね。だからこれはね、イギリスだけじゃなくて、はい、香港との犯人引き渡し協定、あえび中国との犯人引き渡し協定を結んでいる国は、一回適用されているってことを認識しなきゃいけないです。で、まあ、中国とのこのね、付き合い方の部分ですけれども、くしくもこの同じイギリスで週末ですけれども、うん、そうですね。あの、イギリスの BBC が、はいえー、中国大使を、まあ、ゲストに招いて、うん そうですね。あの、ウィークの話ね。あれは、前もちょ、たびたびやってたんですけどね。イギリス、今回ね、あの、外務大臣がいろんなことを言ったりね。香港の話でね、ちょっとフェーズが変わったような気がしますね。これはすごい国だんだな、ということでね。だから、やっぱり人権の話なんかも言って、あの、大使呼んで、やるわけでしょ。その、大使もね、こんなの見たことありません。知りません。とか、すごいこと言うんよね。なかなかあの番組面白かったですけどね。ねえ。あの、ま、あね、あの、こう、 拘束された形で、うん、まあ、ハンドカーフだから手錠もおそらくされたと思うんですけども、うん、目隠しをされてっていう人たちが、まあ、並ばされていて、てで、あの、ドローン映像ですが、<う>え列車にこう乗せられていくという様が映っていた。 これ、どこに国る話ですかそんな感じで、大使も反論してましたけどねうん <laughs>、うん。まあ、でもそういう国なんでしょうね。ウイグルってね、あの、中国の自治の方のすんごく大きな地域なんですけどね。はい。これは、でもね、人権の話になって、いろんな、えー、あれですよね、制裁も、これから中国企業もあって、あの、アメリカはあれですね、ウイグル問題で中国企業の輸出禁止なんとか制裁かけてますよね。えー、に日本の企業も、中国進出してる人はね、対岸の火事じゃないですよ。うんその還元 あなたのところの企業も実はウイグルで何かやってましたねなんて言われる可能性あるんですよ。ああのー、日本の企業も。 オーストラリアのシンクタンクが、うんうん、あの、そういったね、えー、ウイグルの人たちを強制労働した部品を使ってる企業ということで、うん、えー、結構いろんなとことを目指ししていて。てますよ。だから、これは中国の進出してるビジネスね、はい、で進出してる日本企業も対岸の火事じゃなくてね、うん、そういう意味で制裁に引っかかったらアメリカ市場を失うかもしれないんですよ。うん、そのくらいは多分大きくな、大きな問題だから、日本で中国でビジネスしてる人よくこの辺りのね、動向は気をつけた方がいいと思いますよ。うん まあ日本でね、の感覚だと、これ米中が貿易摩擦みたいな風に報じられてますが、うん、もはやそのレベルじゃない。全然違いますね、もうね。貿易摩擦どころじゃなくて、もう、あの、完全に国家を分断するような感じになってるから、中国でビジネスしてる人は、逆に言うとアメリカから制裁食らう可能性がありますよ。あのこれ日本企業ね。<え>日本企業ですらあると思う。 でもこれ、本当、あのー、それぞれの国がじゃあ、どっちにつくんだってことを今、明確に突きつけられてると、<う>イギリスは舵を切った、ったオーストラリアも舵を切った、あの多分 EU もね、はい、あのファーウェイをちょっと、ね、やるかもしれないなって、だ,ってだから逆にイギリス、中国の方がファーウェイやったり、EU がファーウェイをやったら、エリクソンをやるぞって、逆に言ってるでしょああ、なるほど、はい、中国国内でエリクソンをもう締め出すというようなことをやるぞと。 だから、そういう状況になりつつあって、いいか悪い,いか別ですよ。でも、そういうふうに状況になってことは、実は、分断されるっていうのは、ある程度想定してビジネスやらないと危なくなりますね。うん。多分エリクソンから見てもね、中国から締め出されてもね、ファーウェイ、あの、ヨーロッパが出しても、トントンになって僕いくぐらいし思ってないですよけどね。なるほど。<laughs> うん、まあ、その分、ヨーロッパ市場が取れるんだったなという。 このやっぱり、並ばされていて列車にこう連れて行かれるだとか、あるいはこうジ、ウイグルの方々の強制労働した尋問を使ったエクステの話が出てきたりとかって、うん、まあ、情報戦の部分もありますけど、うん、やっぱりそのさっきの対戦のっていうのをこう、想起させると、うん。そうだそうでしょ。ものすごい、日本人が思うよりもものすごいインパクトがやっぱりトロッパの、ね、パ大きいですよ。だから多分ヨーロッパの EU の方はね、かなり引いてくる、私の予想はね、はい、あの、イギリスは引いてるでしょ、もう EU から離れちゃったから気楽なんですけどね、ドイツとかフランスもやばい。 でだから中国との付き合いはちょ,っとちょっと遠慮しないといけないっていう感じになってくると思いますけどねかつてのやっぱりナチスのユダヤ人の白があれをこう思い起こさせるような映像がどんどん出てきてる、うん、そうだだって今やってるって話でしょう、うん、これはとんでもない話ですよね、うん、ちょっと容認ができないと思いますけど、ね、だからビジネスやってるとそういうの感覚なくなっちゃうんだけど、うん、意識した方がいいと思いますよ日本企業の中国に行ってる人も、うんうん、まあでもねそういうところをこう突きつけられるっておの,おのの企業にも どういう姿勢だっていうのが突きつけられる時代になるわけですね、これから先。ああ <laughs> 注目ですけどね,ね、えー。今日のスクープアップ、イギリス政府が香港との犯罪引き渡し条約停止というニュースを取り上げました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。7時53分です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。 えー、中国に対して海の守りというところでメールをいただきました羽田モニカさん松戸市在住の方です、えー、海上自衛隊が南シナ海でアメリカオーストラリアと共同訓練を行ってますねアメリカが立場を明確にし周辺諸国もこうしていることで世界各国の中国への対し方変わってきているような気がしますこのまま黙っているわけにもいきませんがウイグル南シナ海尖閣さらには沖ノ鳥島取り巻く状況がいい方向に変化することを望むんですけれどもと、えー、いい方向に 望むんですけどね。えー、もう。 もう結構、尖閣はもう一歩手前ですね、あのだって日本の漁船が違法操業してるって中国言うでしょ、うね、次は日本の漁船をすするですうんそうすると、不当な主権の行使をそこで行うと、彼らは了解だっていうふうに自分の主政権だっていうわけね主政権だけ問題になると、実はアメリカが安保条約を適用できなくなるっていうのは中国知ってるんですよ、だから主政権がそこポイントだっていうことは、主政権の話を中国がかすめ取っていくっていう戦略なんですよね。う うん、なんかもう一歩手前ですよ、本当に、次、うん、南シナ海で起こった話は必ず東シナ海、尖閣で起こるんですけどね、えーあの、だから漁船に体当たりして沈めるか、打歩のどちらかなんですで、沖ノ鳥島でもこう海洋調査を EZ の中で行っているい。海洋調査って、なんか潜水艦の高度を調べてるだけだろうってうレベルなんですけどね、なるほど,、えー、どこだったら深いから通れるかとかそういうことですか。うん えー、たくさんのメールツイッター今日もいただきましたどうもありがとうございました,ましたお送りしてまいりました OK 工事アップお別れの時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントご当選の方発表ですはい番組オリジナル防災アルミブランケット3人の方にプレゼントです北区大関春夫さん横浜市本木正文さん木更津市伊藤真一さんご当選ですおめでとうございますおめでとうございます えー、明日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんですそして、えー、夕方三時半からの番組辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はですねワクチンの専門家大阪大学の森下隆一教授が登場コロナワクチンにズームしてまいります、えー、ぜひこちらもお聞きください、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんからあとお送りいたしました高橋さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、メールやツイッターさま様々、ま、いただきましたが、えー、こちらですねサバミソさん地政学が戦争につながるとまともに 議論ができなかった今までの空潮もよくないんじゃないか、えー、中高レベルで基礎だけでも教えるべきだというふうに知性学性<格>ああの知性学って、ちりと歴史を一緒にやる学問でね、ええ、非常にいいと思いますよ、あのそ総合的な社会科学という意味ではねね私も本を書きましたけど<ー> <laughs> そうですよ、ね、<う>プリンストンで研究されたのはまさにこの地性学の部分。 意外に経済だって言われるんですけどね。本当は国際関係の方が専門なんですけどね。<や>アメリカでは。<laughs> <laughs> まあそこに経済ももちろん絡んでくるし。<laughs> もちろんその一個の要素ですよね。というわけで、えー、お別れ時間近づいてまいりました。ここまでのお相手日本放送、飯田浩二と、高橋雄一、新庄一花でした。この後は、あなたとハッピーです。この後は、書き方だし、あなたとハッピー。